はい、こんにちは、稲葉です。今日もですね、不調を抱えている方に関してですね、動画をお送りできればと思います。今日のテーマですね、自分で直す体操編に関してですね、お伝えできればと思います。この前の動画でですね、滞りに関してですね、お伝えしたので、マッサージ編ですね、お伝えしたので、次はですね、体操編です。で、この体操をすることによって、この2つをですね、組み合わせることによって、あなたの腰痛っていうのは改善していきます。特にですね、慢性腰痛っていうのは改善していきます。で、これはですね、簡単に言うと何の体操をすればいいかというと、巷で流行っているテレビの体操っていうのは、まあ、あれはですね、人それぞれやっぱ違う体の中で、やっていくわけなので、合う方合わない方っていうのがいます。で、できる方できない方っていうのがいるんですね。で、簡単だとしてもできる方できない方がある時点でなかなか難しいんですね。で、この目的ですね、体操をする目的としては、体の循環を上げる、体の血を巡らせるイメージですね。なので、ちょっとでも汗をかくぐらいの体操が一番いいんです。で、昔ながらの方法でやられている体操っていうのが、日本人には染みついている体操をしていただきたいんですけれども、それは何かというと、ラジオ体操です。ぜひですね、このラジオ体操っていうのをやっていただきたいんですね。ぜひラジオ体操をやっていただきたいんです。で、これはですね、1番だけでいいです。一番最初の1番だけでいいんですね。で、1番には様とかあるんですけれども、1番だけでいいです。で、そこであなたは体操をすることによって何を目的にするかという、さっき言った体の血を巡らせるんです。全身にこの血を巡らせることを意識してやっていただきたいんですね。なので、軽く汗かくぐらいでやっていただきたいんです。なので、ぜひですね、その辺にある、朝やってると思うんで、ラジオ体操、それをですね、録音してとかですね、あとは、ビデオテープで撮って、それをですね、ぜひやってみてください。で、これは何でいいかというと、ラジオ体操って子供からお年寄りまでできる体操のために作ってるんですね。なので、どの世代にも使えるんです。なので、朝起きて、夏休みですね、よく朝起きてラジオ体操行きましたよね。なので、ちっちゃいお子さんでもできますし、高齢者の方もできるっていうのは特徴なんです。なので、このラジオ体操をおすすめするので、難しい体操はやらなくてもいいです。なので、血を巡らせるっていう目的があるのであれば、ラジオ体操が十分ですね。なので、テレビでやってると思うんで、ぜひですね、それを録画して毎日ラジオ体操をやっていただければと思います。ではですね、次の動画で、これからまた腰痛に関してですね、動画をお送りさせていただきたいと思うんで、そちらをですね、見ていただければと思います。